どうもこんにちは、受け川さんです。まあちょっとインフルもありまして、まあ治ったところではありますが、昨日ですね、2月の5日ぐらいにですね、まあ青大将にね餌やってて、今まで全然食べてくれなかったんですけれども、2月の5日にですねピンクマウス S をですね、3匹、3ヶ月ぶりぐらいかな、2、3ヶ月ぶりぐらいに食べてくれました。まあ今日はその報告だけの動画でして、まあ本人の食べてるシーンっていうものはまだ登場しません。なかなかね、なんでしょうね、やっぱり僕が見てたらまだ食べてくれますけれども、直接ピンセットからねこうかぶりつくっていうことはしてくれませんでした。置いた状態からまあちょっと匂いを嗅いでかぶりついで食べるっていうことをですね、してくれました。やっぱりですね、生態ね、食べてくれないと心配ですけれども、食べてくれるとですね、非常にありがたいことでございます。本人はちょっと下にいるんでね、ちょっとね、はい。ほら、現在お腹の中にね、ピンクマウス入ってますね。はい。青さんです。この辺、今カメラの中央、アップしてるここ。わかります?ここね、このラインの中におそらく、入ってますね。マウスの方が大きく膨らんでおります。ちょっとね、食後っていうこともあり、まあ食後言うてもまあ数時間は経過していますので、ある程度消化されていることだと思います。はい。あ、今おとなしいね。今おとなしい。これ結構今回柄は綺麗に見えるんじゃないんでしょうか。青大将の柄ですね。まあこれも成長するにつれてだんだんなくなりますからね。まあ今回そういった感じで食べてくれましたという報告の動画です。まあ大変ちょっと短い動画ですけれども、まあ、コツコツとですね、毎日ではないですけれど、自分も、2日に1回とか、3日に1回とかっていうペースで、このね、青さんが入っているシェルター、これのこの辺に、ピンクマウスを解凍したやつを置いて、毎回様子を見てましたね。で、毎回様子見ているうちに、昨日、ようやく食べてくれることができました。まあ、撮影日とアップ日っていうのはちょっと違いますのでね。餌やった日は、具体的な日数を言っていると思います、動画の方で。その日に食べてくれまして、翌日に撮影っていう形ですね。まあ、こういった感じでですね、あ、出てきた。まあ、食べてくれたり、食べてくれなかったりすると思いますけれども、気長にですね、待つっていうのもいいんではないかなと思います。お、出てきたぞ。どこへ行く?おー、この柄がね、なくなるのが本当残念ですよね。大人になれば。まあ、なんとかね、食べてくれましたので、はい。3匹分食べてくれたら、まあ、かなり持つんじゃないかなと思いますね。何ヶ月か。うん。2ヶ月、3ヶ月ぐらいは、持つと思います。食べなくても。まあ、実際食べてくれた方が成長してありがたいんですけれども、まあ、今後も、しっかり様子見ていこうかなと思います。まあ、今回ね、まあ、食べましたという報告の動画にですけれども、まあ、こういった感じでまた質問なりリクエストあればコメント欄の方お願いいたします。